知恵の動画解放群、今日は音楽業界ネタですね。まあ皆さん気づいてる、散々ニュースなどで言われてるから、音楽 CD や配信ソフトなどのいわゆるこのメディア、昔で言うとレコードと言われたもの、まあ今でもレコードっていうジャンルですけど、その売り上げが低迷してるんですよね。その一方でライブ、ネットライブじゃなくて実際のステージ上で行うライブ、ステージに見に行くもの、そちらの人気が上がってるんですよね。さらにそのライブの時に吹き込んだ CD、 その売り上げもそこそこあるんですよ。最近のライブだと700枚プレスした CD、 そのライブ会場でそのまま売れてしまったんですよね。700枚、それ売り切れなんですよ。その700という数字、ライブ会場のレコーディングをすぐに CD にするから、その限界だったみたいなんですよね。だから CD を作る限界、それで700枚というだけで、もっとプレスしてればもっと売れたはずなんですよね。まあそれに関しては人件費が非常にかかる、短時間で早く CD を作ろうとすると人件費がかかるから、そこが壁になってるみたいですね。で、私思ったのは、お客さんはその音楽は欲しい、 CD が欲しいんじゃなくて、そのライブの熱狂感、それを持ち帰りたいんですよね。確かに私もあるライブを見に行って、そのライブが DVD になった、買っちゃったことありますからね。スタジオ録音より音悪い、ただ自分がいたライブ、そこの体験をまた追って体験することができる、共有できる、そこは強いんですよね。昔だったらグッズとかパンフレット、タオルとか、そういうの見ながら、あのライブ熱かったなみたいな、そういう体験でしたけど、より CD とか DVD があればもっと深く追体験ができますからね。本当お客さん求めてるのはその時の熱い体験なんですよね。それあとコンサートの時、写真撮影とか、まあ禁止されてますよ、レコーディングとか、当たり前ですけど。で、私その部分解放すればいいと思うんですよね。やってもいい、ライブ中に SNS につぶやいてもいい。そうしたらそのつぶやきとか SNS 見た人、あ、このライブ自分も行きたいな、そうなるんですよね。実際あのアメリカのバンドのグレートフルデッド、テープによるレコーディングとそのテープの交換、それ認めてたんですよね。まだその時コンピューターネットワークなんかなかった、その時代にそのテープ交換というこの SNS 的なコミュニティ、それが作られてたんですよね。そしてこのグレートフルデッド、どう儲けしたのか、ライブの売り上げ、ライブのグッズの売り上げ、それとスタジオレコーディングされたレコード CD の売り上げなんですよね。さすがにスタジオレコーディングされたものは交換認めてないですよ、ダビングとか。でもそれによって人気が出てるんですよね。それこのグレートフルデッド、マーケティングの本としても一時期流行しました。グレートフルデッドに学ぶマーケティング、今でいう SNS のマーケティング、マーケティングなんとかゼロっていう言葉だと 3.0 なんですよね。あの 1.0 が自分たちがいいものを作りました、 2.0 は自分たちがこういう環境を作りました、だからみんなそこで遊んでくださいね、交流してくださいね、あのメーカー の掲示板、ファンサイト、あとファン用のラウンジ、そういうものが 2.0 に当たる。それ 3.0 は勝手なユーザーによる活動、だからグレートフルデッド、この 3.0、 マーケティング 3.0 というものをキャッチしてたんですよね。レコード CD 売り上げじゃなくてライブが収益の多くを占めるようになったら、もうマーケティング 1.0、 2.0、 その部分を完璧にサポートして 3.0 の活動のための場所を準備する、それが今のやるべき姿なのかな、そう感じましたね。知恵の動画解放群、マーケティング 3.0、人工的には作り出せないですけど、それが作り出される環境整備、それは配信側がやるのかな、そう感じてますね。自閉の動画解放群、登録してね。お願いします、登録してね。ありがとうございました。ありがとうございます。